やっぱ日本やばいのかい。それなのになぜ増税を始めるんだい。角刈り怒る君、こいつがミサイルを飛ばしてきたんだよ。ロシアや中国もやばくなってんだよ。切り詰めや国債だけじゃ金は足りんよ。財務省財布の紐話したくないよ。遥か昔からシル防衛費増やした財源どこで取ればいい。岸田税税税金から国が金を探し始めたよ。その物価高弱い人をめがけて取ってきたんだよ。金が全然全部なくなって自利品になったって、もう迷わない、また民から絞り始めるさ。まずはゼロから岸田の給与減らしてみようか。